なんで広告費にいきなり300万使おうと思うんですか？今の自分の周りだと、ご自身の周りだといらっしゃらないですか、お客さんって。資金がなくてもスモールスタートではできるんですけども、やっぱり広告費かけないとやっぱお客さんも来ないし、ターボもかからないので。広告費をかけないと人が集まらないのは何でだと思います？多分口コミとか良ければ多分集まると思うんですよね。そうですね、まだ実際始まってないので、口コミがまだないので、やっぱり初期段階の人を集めるのが一番大変なので、やっぱり初期、そうで、自分が今無料でできるのはやっぱり YouTube で宣伝することしかできないので、はい、まずはそれ YouTube の。で数百人は再生数あるですよね。はい。それで集まって決まったら広告をかけるって方がいいと思いますよ。それだけだと集客が足りないかなっていう感じなので、あとはホームページもしっかりいいやつを作りたいので、はい、集客ができるホームページを。100人の人が GOGETS さんのそのサービスを知って、はい。1人も登録をしないんであれば、広告費をかけて100万人にしてもゼロの可能性は結構高くて、でも100人のうち1人がやるっていうのが分かったら、そこから広告をかけて、じゃあ1万人だったら100になるよねっていう、その広告をかけてもゼロが1になることはないんですよ。なので、すでに今ゴーゲスさんにこういう需要があって、でそれをなんかこう広めるために広告を打とうっていうんであれば根拠は分かるんですけど、そのまだやるかどうか分からないものに対していきなり広告モデルでスタートするっていうのは非常に不健全なんじゃないかなっていうのが僕の意見です。300万って言いますけど、1人の人を買い、まあ、契約して、まあ、1万円月に取れるんですよね。まあ、原価人件費かかんなかったとしても、まあ、1年間で12万の売り上げなんで、300万の会員を入れるってなったら、最低でもまあ30人とかはそれで入れなきゃいけないんで、はい、結構ハードル高いと思いますよ。まあ、30人は簡単だと思うんですけども、広告でですよ、でも。どこに広告を打った方がいいのかわからないので、そこはちょっと知識がある人に聞いてみたいところなんですけども。そんなね、どこに出したらいいかわからない、やっぱ会社の経営っていうのは、その試しにいろんなとこ出してみるわけですね。そうすると300万円ぐらいですね。すぐなくなっちゃうんですよ。結構集まんないんですよ。絶対豪傑チャンネルですよ。いいのをお持そちうでですね、から。もちろん豪傑チャンネルはメインでやるんですけども、はい。広告打ちたいっすか？ 失敗はしないんですよ。失敗しないっていうか、必要経費がかからないんで、失敗はしないんですけども、本当にやってみないと、どこまで売り上げが上がるか分かんないんいやで。もう事業ってそうなんですよ。やってみないと分かんないことしかないんです。そうなんですけど。そんな大きいことみたいに言わなくても。だから、売り上げが何年後か分かんないですけど、1000万、3000万とか、5000万とか1億とか上がるかもしれないですし、そうそのです時はきっちりリターン返せるかなと思っね。て。それ全部そうなんですよ。あ、上がるかもしれないですよ、全そうなんですけど。そうなんですけど、はい。だから結構、リスクもあるけど、リターンも大きいのかなとは勝手に思ってるんですけども、成功した時のリターンいや、リスクはないと思います、あんまり、本当に。ないですか？だって、合計チャンネルでこれ、3万人ぐらいもいるんですよ今、ね。2万6ね、すごいです千ちょよいです。ね。2万7千近くで。どのくらいサロンに入ってくれる方って、目論見やっぱつけられない。難しいですか？やってみなきゃ分かんないですもんね。いや、そうですね、やっ難していみないよとな。分からないんですけども、何十人かは入ると思うんですけども、正直やってみないと分まあ、からそうないですね。とはいえ、はい。経営者なので、はい。どのぐらいいけるかっていうのを予想しなきゃいけないと思うんですよ。そうですね、企業って多分そうなんはい。ですよね。予算を決めるっていう。はい。はい。どんぐらいだと思いますか？そしいてや、そのも根拠も。う、ちょっと根拠を出すのは難しいんですけども、やっぱりうまくいけば1000万回の売り上げはすぐ行くのではないかと勝手に思ってます。はい。それも合計チャンネルから、月ですか？月ではないです。年ですか？年です。はい。とりあえずそこのラインまではいけると思うんですけども、ただそれ以上のどこまでいくかっていうのはちょっと、じゃあ月90人ぐらい入るみたいな、月100人ぐらい入るってことですか？月50人ぐらいですか？どのプランでとかもあると思うんですけど。オンラインのパーソナルトレーニングって結構いろいろ調べたんですけども、筋トレを例えば組織とか会社でやってるところってほとんどいなくて、ダイエットをやってるところが多いんですよ。で、そのダイエットをメインでやってるオンラインパーソナルトレーニング自分見たんですけども、自分は入ろうと思わないし、インパクトもなかったんで、でもそこはもっと自分がやればもっとインパクト残せるのかなとは思ってるんですけども。そのいけると思う根拠なんですか？根だ拠からによ多る分足りないのは競合の調査なんですよ。るんですよね。はい。そのパッと見ていけると思ったとかって言ってますけはい。ど、実際中入って
彼らがどういうふうにやってるのかっていうのを多分知らないじゃないですか。そうですね。そうですね。で、例えばダイエットだったら食事管理みたいな感じで毎日撮った写真を送ったりとか、そういう管理も含めて接触回数が多いから月額のリモートで の課金も成り立ってるような気がしてるんですね。でも筋トレでじゃあメニューだけ送って1ヶ月に例えばこう何回かそれを送るだけですっていうコミュニケーションで果たして1万円の価値があるのかとかっていうのって、多分競合に入って競合だったり、まあ、ダイエットのところに入ったりとかして自分だったらこうするのになっていうのが分かって初めてサービスって作っていけるものであって、自分がなんとなくいけると思います、だから300万突っ込みますっていうのはあまりに経営者として稚拙すぎる考えだと思うんですよ。うん、投資を受けるって時はやっぱさすがに自分である程度仮説を立ててやんなきゃいけないって、多分前回出られた時も私お伝えしてると思うんですけど、やってみなきゃ分かんないっていうのは誰でも言えることだし、みんなそうなんですよ。そこを自分なりに他の人に調べるからある程度根拠が出せるっていうのが多分投資をする側される側のスタンスなんじゃないかなっていうのは僕は思います。いや、その通りだと思います。はい、いや確かにその通りだと思います。まあ確かにその通りです。ただまあ自分はもうこんな感じなんで、まあこれを受け入れてもらって、まあ、こんなやつでもよくには出たら出たら出たら出たなんか見たことあんな。いや、そうですね、正直難しい計算とか根拠とか分かんないんで、まあこんなことじゃないかな、なんだろうな。いやでも魅力的ですよね。いやいいですよ、そのままちょっと。まあ俺基本的に嘘大嫌いなんで、うん、はい、まあ、このままこんなやつに金出していいかなって思う人が出してくれるいいんじゃないかなと思います。いいな。それでまあ成功したようなリターンがたっぷり来るんじゃないかという、正直難しいビジネスは俺分からないんで、うん、はい、だから、うん、株持ちだと多分正反対というか、うん、だから一緒に組みたいわけですよね多分いや、それもそうは思ってないかもしれない。でも味方についてくれたら、それはもうこんな心強いことはないですよね。だから、まあ、俺が持ってないものを全て持ってるわけですから、まあ、